今年3年目を迎えた立浪監督。今回は2024年の立浪ドラゴンズの振り返りエピソードを紹介します。シーズン前には2年6億で中田翔や代打の切り札として中島、そして上林など実力者を続々と獲得に走り、3年目の本気をうかがわせた。オープン戦ではなんとソフトバンクと並んで優勝となり、ネットでは中日優勝がトレンド入りし大盛り上がりとなった。また中日がオープン戦で勝率1位となるのは2003年以来21年ぶりで、同年は阪神に次ぐ2位でリーグ戦を終えたことからも期待あふれるようになった。シーズンが始まると開幕戦はヤクルトに敗れ0勝2敗1分けと12球団で唯一勝ち星がないチームで、今年もかと思わせた。また立浪が中日のショートで一番優れていると太鼓判を押していた新助っ人のロドリゲスをショートで起用するも、痛恨のエラーを喫し敗因の要因となってしまった。最悪の流れだったが、しかしその後の巨人戦に勝つと6連勝をして、最初の10戦を6勝3敗1分けとし、なんと2016年の8月以来の単独首位に立ったのだ。立浪監督はまだ10試合ですからと前置きしながらも、昨年までとは違って今年はやれるというチーム状況、変わったドラゴンズでここまで戦うことができていると手応えをにじませ、今年は違うと言ったじゃないですかと立浪は自信満々だった。ただその天下も一瞬で終わり、4月22日には阪神に敗れ首位陥落、投手が崩れ始め、阪神とのこの3連戦を7対0、15対2、3対0と投打にボロボロだった。また甲子園に今年もめっぽう弱く、中日が阪神相手に今季5度目となる同1カード3連敗し、甲子園では10連敗となり、球団29年ぶりに同1リーグの相手の本拠地0勝という不名誉な記録となった。今年加入した中田だが、期待通りの活躍は見せれず、開幕早々はホームランを放つなど貢献したが、5月15日に肉離れすると、そこからなかなか調子を戻せず、今シーズンは62試合の出場でわずか4本塁打と低迷している。中島も1軍ではさっぱり打てず、今シーズンは1軍では13打数0安打で1安打も打てず、唯一の打点は四球による押し出しと悲しい結果になっている。また明らかに打てるスイングでないのに、立浪は自分で獲得した選手を頑なに起用するといった姿勢を見せ、代打中島で他球団ファンを盛り上げてしまった。そしてダイソー大田も物議を醸しており、ファンからはやめてくれとの声が殺到。ひいき采配がかなり激しく、ビシエドや石川は2軍からなかなか上がってこないこともあった。ビシエドなんかは2軍でも好成績を残しているが、なかなか1軍へ呼ばれず、呼んでもすぐ抹消したりと、代打中島より優先度は低かった。石川も後半戦こそは出場機会が多いが、前半戦ではされている状況で、中日の希望ある主砲に出番をあげないのはいかがなものかと波紋を呼んだ。今年オフの去就が注目されるライデルだが、チームの59勝のうち43セーブを記録しかなりの割合で試合を締めくくっている。投手陣はかなり悪く、大野柳の状態が上がらなかったり、メジャー志望の小笠原も大きく負け越して先発の層がかなり薄い。また根尾もまだ本来の力を発揮できず、中継ぎのようなピッチングは披露できていなく、今シーズンも広島打線に滅多打ちにあってしまった。立浪やメロの声は球場だけでなくネットでもかなり激しく、 X では立浪やメロは12球団ダントツで、岸田やメロさえも上回った。リクエスト成功率が監督の中では一番低く、中でもヤクルト対中日の試合で初回にリクエストの権利を使い切ってしまうこともあった。交流戦では最下位ではなかったが、今シーズン最弱チームの西武に1勝2敗と11球団で唯一負け越してしまった。しかしながら一時首位を走っていた広島にはめっぽう強く、15勝8敗と大きく勝ち越している。そして9月19日には立浪が今季限りで退任することを表明。試合後、報道陣の取材に応じた立浪監督は、3年目の今年結果を出せなかったので責任を取って辞めるけじめをつけますと述べて、今シーズン限りで退任する意向を示た。その後中日は立浪退任ブーストで4連勝をするなど強さを見せつけていた。27日の阪神の運命を握る巨人戦では敗戦してしまったが、巨人ファンから立浪コールが飛び出す珍事が発生した。スタンドには
立浪監督お疲れ様永遠のミスタードラゴンズといったメッセージボードも掲げられていた。また他の監督は取材を拒否などは高齢だが、立浪はどんな試合でも取材には応じていて、たまに記憶喪失することもあるが真面目な姿勢は貫いている。立浪は叩かれているが、もちろんいい面もあった。8月13日の試合ではヤクルトの選手に四球を与えると高津が激怒し、すると片岡ヘッドも反応し、立浪が高津を止めるという仲裁として大活躍し、ファンからはこの3年で一番活躍した試合と皮肉交じりに称賛された。新庄には2022年2023年と完敗で1勝もできなかったが、今年は日ハムとのエスコンで行われた初戦に高橋が日ハム打線を封じ込め4対0と完封勝利を披露した。中日高橋宏斗が今年規定に乗せ最優秀防御率を獲得した。なんと被本塁打1本と驚異の投球を続けており、これは戦後初の快挙となった。立浪監督の退任を知った高橋宏斗選手は、退任はニュースで知った。僕の試合が決め手になった。そういう決断をした試合になってしまったので、僕にとっても責任はあるし、僕自身もっと何かできたんじゃないかと思う、と悔しさを吐露した。近年助っ人野手に悩まれる球団が多い中、カリステは立浪がドミニカにウィンターリーグを直接視察して獲得に踏み切ったが、かなり貢献度が高い助っ人だった。カリステは今年111試合に出場して打率 .2647 本と中日打線の中では貢献度が高く、また守備ではセンターも守れるし内野も守れる器用な選手で、来年も契約が決まっている。細川誠也選手は立浪政権でブレイクしたと言ってもいい選手だが、僕は首寸前だった身で中日に拾っていただいた。監督に使っていただいて感謝しかない。勝たせてあげられなくて本当に申し訳ない。立浪監督に対し感謝の意を述べた。また就任時に5位に終わるチームでないといい、結果2年連続最下位だったが打つ方は何とかしますとも話したが、現状この3年で打線は何とかなっているとの声も。何とかしますで郡司やマルティネスが日ハムで活躍していってることは事実だが、岡林や細川、そして福永、板山と以前は大島ビシエドしかいなかったが、打線が変わり始めているのは明らかである。チーム得点は最下位だったが、本塁打は広島にも勝っていて、阪神には日本雑誌と本拠地などでようやってるみたいで、チーム打率も.242と他球団と差が総じてない。今年も昨年と同様終盤まで最下位争いが激しく、2年連続ヤクルト対中日となった。そして最後の試合で中日が勝つか引き分けで5位、負ければ最下位となる大事な試合が行われたが、結果は横浜に2対0で敗れて3年連続最下位が決まった。この試合は戦う顔をしていないと立浪が横浜に干した強打が決勝点を放つなど大活躍で完璧なシナリオと話題になった。退任セレモニーでは立浪監督は、これだけ声援をいただきながら結果を出すことができず、すみませんでした。志半ばで退くのは、非常に残念な思いと悔しい思いと申し訳ない気持ちと謝罪した。それでも辛抱強く起用した若手に成長の兆しはあり、たくさんの批判を受けながら、いろんな改革もしてきたけど、これからのドラゴンズのために決して間違ったことはしていないと思う、と意地も覗かせた。そして最後の最後にビシエドがファンの前に姿を現し騒然となったが、その数時間後ビシエドの退団が報じられた。球団側がもう契約しないとしたとして、ファンは最後の試合でビシエドの打席が見れないことを嘆いた様子であった。以上が今シーズンの中日ドラゴンズの振り返りエピソード40連発でした。立浪監督3年間お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。